ドライヤーをバーンってぶん投げて、もう俺やめますわーって言って、引いた瞬間、そのままゴロンって。めっちゃ怖かったよね、メガネ。殺すぞ。で、ここでね、僕のクリスマスの小話いきます。サンマスワップの時の話です。うん、はい。僕もね、長くやったから、サンマスワップも何回行ったかわからないんですけど、結構長く行っても、当然、ゆうちゃん、前にも言った通り、まあ、恒例でね、楽屋も毎年一緒だし、あー、ここ来ると暮れだなー、みたいな。それは、ね、古いね、日テレの社屋なんですけど、そこに行って、大体なんでもう、行くとファンもバーっといて、みたいな、その中入ってって、行って、まあそのいつもの部屋があるから、そこで準備してると、うわー、こんな時期かー、みたいなね。で、どっか心の隅で、前も言ったけど、リーダーがみんなにプレゼントくれるから、リーダーのプレゼント今年は何かな、みたいにちょっと思ってみたりとかね、しちゃってたりとか。そう、いいものくれ、いただけるんですよ、いつも。ね。で、前も言った通り、リーダーってやっぱすごいから、飯島さんにはもうチャンネルのフルセットだったり、現場のマネージャーね、4、5人いるのに、うん、みんな一人ずつ合わせたブランドで、ね、例えば、この彼はプラダ、この彼はドルガバとかね、この、そう、スーツ、スーツ。いや、毎年よ。毎年、上から下までの、スーツから靴まで、ネクタイまでのフルセットを全部渡すのよ。へー。リーダーって、すごいよね。だって、それ以外にさ、あの人さ、紅白終わりで、お年玉もあげるもんね。そうなんですか。そう。だから、うちらももらったこともあるし、慎吾さんとかもそうだよね。で、事務所からメンバーもお年玉っていくらかわかんないけどもらうのよ。それをなんかうちらにみんなでなんか食べなーみたいにこう分けてくれたりとか、そういうのしたり、それとは別でもなんかお年玉ってつゆさんとか慎吾さんとかくれたりしてたよね。はい、そういうふうにサマースマップの時って恒例だからちょっと期待したりとか。はい、で、なんかこう結構広い部屋なんだよね。で、一番奥が、こう、スタイリストさんの衣装をバーって、片もみ姉さんがいつもバーってやってて、結構、やっぱりクリスマスだしさ、衣装も派手だから、結構ギリギリまで縫い物をしたりするのよ。装飾品つけたりね。スーツにつけたりとか。必ずなんだけど、一個、マンボウなんとかの天気予報ってあったやつの番組の番宣に出るのよ。必ず。日テレの生放送番宣に。だからまず、サンマスマップの夜の生放送の前に、そっちの生放送出るから、まず軽くメイク支度しとくのよ。それでなんか私服っぽいので出たりして、まずそれ終わってっていう。でも結構ね、それがあるせいで、早い時間から入んだよね。はい、で、早い時間から入って、結構時間あるから、みんな結構暇なわけよ。はい、なんか。で、メンバーはメンバーでなんかやってたり、うちらうちらで、なんか、その楽屋の中でも喋ってる時もあれば、ソファーとかもあるから、そっから出たとこにも広いなんかこう、なんていうの、自動販売機があったり、テーブルあってなんかご飯食べたり、お茶飲めたりするとこがあるわけよ。そこで俺たちはいつもだべってたりするんだけど、ねえ、懐かしいでしょ。で、中にもお菓子とかお弁当とかいっぱいあるから、なんか適当に食べたりとか、なんかできるような環境なわけ。で、中にはね、その間に、ちょっと髪切ってとか、うんはい、先に言われてればちょっと髪染めたいなとか。はい、で、中には、その番宣で今まで出たり、その番宣って、こういう、僕だったらこの赤い髪で出てたのが、本番の時ちょっと色変えたいとか、はい、なんかそういう、ジャニーズのことするのね、結構ありがちなんだけど、あるのよ、そういうのあったり。まあ、時間もあるし、なんかやっときたいな、みたいな、もう暮れだしっていうのもあるんじゃないかな。で、ある日ね、リーダーのメイクさんって、僕らと昔からやってるのもいたんだけど、一回それがね、辞めたいって辞めた時に、はい、飯島さんに頼まれて、うちのスタッフの男の子がやってる時あったの。はい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 。リーダーのこと。例の、北京オリンピックの時に、LA から、日にち間違って来なくて、僕が帰りに行ったっていう、もう、あの時も話したけど、佐々木さん、ウィース、チースが言って、入ってくるぐらいのノリのやつなのよ。言いたいよね。チースみたいなね。っていう後輩なの、ノリが。まあ、もう男気あっていいやつだけどね。だこの間もね、また電話かかってきて、マジ俺の名前言わないでくださいと。名前は伏せますけど、はい、まだいろいろやってるんで、その男の子がいるのよ。で、はい、リーダーにね、髪染めてくれって言われて、なんか染めたんだって。はい、そしたら、なんか、例えば黄色みある感じの明るいのにしたのに、ちょっとグリーンがかっちゃったので、前にも一回そういうことあって怒られたから、なんかその時もあったらまた出たと。なんか一回、ちょっと白髪染めなくちゃいけないのがあって、そのカップとハケを一回僕が借りたことがあったの。はい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 。ね。で、それで染めた後に戻したから、
そいつが俺のせいにしてけど、菊さんあれ使ってちゃんと洗ってなかったからグリーンついたんじゃん。んなわけねえだろみたいな。それでお前前も出たっていうか、薬の問題なんじゃないかと。うん。なんじゃないかって。でもリーダーに怒られたと。はい、まあ、それはしゃあがないから、ちょっと薬変えてちょっとちゃんとやんないとっつって、まあやり直したりしたの。ってことがあったわけ。気が短いのよ、またそいつがね。元やんで。もうちょっと、マジムカつきましたよって。まあまあまあ、そんな言わないで、みたいな。まあまあ、しゃあないじゃん。お前自分のミスはしゃあないじゃん、みたいな。あっちはだって、委ねてるだけで、やってんのお前なんだから、しゃあねえだろって、はい、とか言ってて。次言われたらなんかちょっと俺もう、切れちゃいますよ、だって言ってたけど、陰口、ただの陰口の愚痴だなと思ってたわけ。はい、はい。ってなったのよ。そしたら、結構ね、本番ちょっと前になったら、リーダーってたまに集中したい時とかに、まあみんなの大部屋のメイクっていうか楽屋じゃない。はい。それでもリーダーって本当集中したい時とかは、ちょっと個室の別の部屋ちょっと取ってもらえるかって移動する時あるのたまに。で、その時もギリギリだけど、移動するって言った時に、急遽で時間もなかったし、こっちはほら道具広げてると、そんなすぐに移動できないのよ。髪の道具からドライヤーからブラシからもうメイクする道具から全部出してるわけじゃん。あ、なるほど。それをなんかこうガチャガチャガチャって行くわけも、ね、ある程度はして急いで行くからあれだけど、その時に楽屋行ったら、おめえ遅えよって言われたんだって。遅えよ、早くしろよって言われたのに、カチーン来て、まあリーダーだし、世話になってるからって言って、我慢したらしいの、ちょっとだけ。もう、くってん近いところまで来てるけど、我慢した。でもそんなのさ、仕事もらってるし、うちらの立場から言うと当たり前じゃん。でもそいつまだ若かったし、ちょっとイケイケだったから、そんなのあって。で、その後に準備して終わったら、なんか、またなんかね、なんかリーダーもちょっと焦ってたから、なんか、ちょっとなんかボロボロとか言われたんだって。はいはい、そしたらそいつこの沸点に達してうわーってなってドライヤーをバーンってぶん投げてもう俺やめますわーって言って出てきたの、そんなやつ聞いたことないでしょ。ゆうちゃんいたっけその時。いたよね、確かね。いた時にいた。あと例の北京の片もみ姉さん、片もみ姉さん、で片もみ姉さんもいて、ズカ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 って、おどうしたとか言ったら、来た俺やめてきましたとか言うわけ。何やめてきたみたいな。いや、俺もう切れてドライヤーぶん投げてきましたよ、みたいな。お前さ、やめてくれよ、みたいなね。で、だって、頼むよ、みたいだったら、いや、どうしたのって言ったら、いや、長井さんがあれなんですよ、みたいな。で、こうでこうでって。いやいやいや、だからだってって感じじゃない。マジで、みたいになったから。でも、リーダーのところにね、これはもう俺が行くしかないって。その頃って、なんか、メイクチームのリーダー的なっていうか、僕年上だったし、一番長くやってたから、いつもその、リーダーが、メイクチームのリーダー誰だと思って、俺って分かってんのに、リーダーの部屋行ったのよ。うわ、めっちゃ嫌だな。いや、分かるじゃん、嫌だろ。リーダーすいません、みたいな、誰誰がって言ったら、おう、とか言って、なんか、その時忘れないけど、なんか、聞く、どうなってんだよ、あいつってなって、とガキなんですいませんみたいな言ったら、まあそれ分かるけどよ、仕事のパートナーだし、あれなんだから、そんなさ、って、あのね、俺だって切れたいとき我慢してるよって、なんかこう、あっちだって当然あるじゃん、ストレスがあったり、うちらに対してね、そう、俺だって言いたいときあるけど我慢してるのだってあるよ、あれ出したら終わりだろって、まあ、そりゃそうだなって、本当その通りです、すいませんみたいになってて、だけど、俺も言い方悪かったかもしんないし、あれだけど、あいつにもう一回戻ってこいって言ってくれと。ね、うん、俺も気短いし、怒る時もあるし、わかると。だから一回言ってくれて、いやいやいや、リーダー、その本当申し訳ないから、そんなんて、いやいやいや、もう、聞くに謝られても、それもお前も立場で謝ってるのわかるけど、はいはい、それよりも本人と話して、あれしたいから、俺も気持ち悪いの嫌だからさ、こんなのさ、って。それで言って、一回言ったら、いや、俺いいっすよ、もう、みたいな。俺買いますよ、俺らって言ってるけど、ちょっと一番寒いよって、ちょっと買える。あ、ちょっとダメよ、言ってとか言って、言っちゃった。言って、で、ちょっと言ったら、もうちょっと、もうなんとか、ちょっと俺って言って、一回話して、僕も一緒に行ってね。で、ちょっとリーダーほんとすいませんって連れてってこのってちゃんと話したけど、やっぱりね、リーダーさすがだから身にあるいい話っていうのをしてくれたし、ちょっと俺にちょっとだけ二人で話すから出てくれるかって言って、いろいろやってくれたりとかさ。だってさ、リーダーもさ、なんだかんだよ。で、そいつが結婚するときとかも、その結婚式用にね、
なんかやってやろうかって俺に言ってきたの、リーダーが。え、マジいいんですかみたいな。で、メンバーからの僕お願い、飯島さんにお願いして、メンバー全員からの、あの、なんていうの、お祝いメッセージみたいのもらって、結婚式でも流せたのよ。で、それと別で、リーダーが、もう特別サービスで演出までしてくれて、俺がこう、外からこうカメラ回してってね。あ、で、カメラもね、そのスマスマのスタッフの使っていいって、はい、ね、うん、頼んでくれて、ディレクターの人がね、撮ってくれて、ガガーって入ります。リーダー、ちょっと、お願いがあるんですけど、みたいな。そっからよ。ちょっと、誰々のあれがあるから、あ、あいつのみたいな、やってくれって、わざと面白く。しゃあねえなーとか言って、なんか、面白いコメント一人でバーってやってくれ、喋って、いろんなことやって、大サービスでしょ。それで、そこで行く、部屋行く前もさ、まあ、ああいうのもあってさ、普段世話になってるんだから、1個のぐらいでやるすんなよって言ったけど、結局、やれるかやれないかって言ったら、それとはもうやれませんって言うから、そこで終わりになったんだけど、それでもリーダー怒んなかったし、その後俺行った時も、聞くどうしようかって言うから、もしかは大丈夫だったら僕カバーするし、見つかってとか、他に前にやってた人とかも友達だったから、その彼に声かけてみましょうかとかいろいろ、まあ結局は丸く収まったんだけど、あれでも、リーダーじゃなかったら、リーダーぐらいでかい、ああいう器ある人じゃなかったら、結構やばかった。やばもう相当やばい問題だよね。だってうちだって切られてもいいぐらいのさ、ね、本当だったら話だけど、リーダーがそういうふうに言ってくれたから。今もやれてるんだったらよかったですよね。で、飯島さんになって怒られてもいいのがさ、リーダーが飯島さんに言ってくれて、なんかそんな俺がもう言ってるから言わなくていいからみたいな。もうこの話やめてくれみたいなさ。っていうぐらいの人ですよ、リーダー。いいですね。男気ですね、それは。いや、男気、本当に。結婚式のやつとかもすごいっすよね。すごい。うん、あんなダンスサービスは、だってもう、それだけで、それの V、もう見ただけで笑えるぐらいの V だったかも。うん。さすが、もうエンターテイナーですよ。うん、本当に。スマスマっぽくやったりも、ね。あ、そう。スマスマっぽくやってくれたりとか。結婚してよかったな。おい、そうでしょ。いや、本当よ。本当に。僕の、だって結婚式ハワイでやった時も、1回目もゴロさんとリーダーって来てくれたの。それで、この間も前、一回話したことあるんだけど、インスタライブかなんかで、その、二次会から来てくれたの。はい、本ちゃんはちょっと仕事来れないから。はい、で、二次会から二人で来てくれて、で、その時に、まあ、いろんなね、俺の地元のヤンキーの友達とかにも対応してくれたりとかさ、はい、いろいろしてくれたりもしたし、三次会行った時に、リーダー大司会で、五郎さんにずっとスマップの歌歌わせるっていう、ね。はい、稲垣吾郎が歌う夜空の向こうです。どうぞーとか言って勝手に入れて歌わせるんだよ。それでもう長い、でも、ゴロさんも歌うの嫌いじゃないから歌ってくれるんだけど、もう連チャンでないけど、はい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 、ゴロさんありがとうございましたとか言って、じゃあ、続いて、誰行きましょう、はい、じゃあ、次は、なんだっけ、シェイクで、稲垣ゴロさんです、どうぞみたいなのを、どんどんずーっとやってくれるみたいな。めっちゃおもろいのよ、リーダー、ほんとに。だからね、うちらほんと感謝してるし。だから、やったね、ぜひ復活してほしいなと思いますよね。はい。やっぱりリーダーっていうか、俺はコンサートの時に、椅子引いて、前も喋りましたけど、そう。で、その椅子引いたもさっきの男です。前話したリーダーがさ、あれ言ったじゃん。誰だ事件。バタバタで、そうだよね。俺らがリーダーのところに行くって、1コンサートでも、俺のチームって、慎吾さんって、でも、手伝いに行くほど、タイトな瞬間が、そうだよね。そう。で、俺らも行ってたんですよ。そう。で、みんなで手伝うみたいな、もう、超早替えのね。リーダーの周りにいる中で。で、そう。で、なんか、たまたまリーダーがこう鏡の前でこういうふうにやって、ね、やったら、ちょっとあれかなと思って、そいつが一斉引いた瞬間、そのままゴロンって。めっちゃ怖かったよね、目がね。殺すぞ。この間はちょっと丸めに、誰だって言ったけど、本当はゴロンって言った時に。おい、殺すぞって。怖かったよね。そう。凍りついたって全員が。俺だって目線そらした俺じゃないですよ。目線そらしたの。やっぱりね、中井さんっていうかそのリーダー、そんだけ偉大な人だから、俺もいつもここのとこ言うけど、今日もちょっとツイッター見てみたの。でもやっぱり長く痩せたねとかそういうのでツイッター上げてる人いるけど、いつもこう言うけど、応援したり心配するんだったらもうツイッターとかに写真、痩せてる写真とか上げないでくれって感じ。本当にマジで
もうそっと見守りましょう。マジで俺もチェックしていくから、あのそのツイッターとか上げてる、なんか前より減ってきてるなと思ったの。だけど今ね、もしか1個なんか出てきたらもうみんな拡散したりするじゃんね。みんなさ、病気で今ね一緒に頑張ってくれて、みんなのね茶の間の前に復活してでくれようとしてて、まだまだあんな、ね、楽しい話とかね司会してくれる人ってなかなかいないんだからさ、うん、やっぱりみんな復活してもらいたいって気持ちも多いから、ぜひねしてもらいたいのに、なんでそこいじるかっていう、まあその SNS はね見る方も発信する方も自由とはいえ、ちょっと節度は持ってほしいなっていう、うん、僕らも勝手にこうスマップの話とかしてたけど、そういうんじゃないからあれは、うん、だから心配だっていうんだったらそれをいちいち写真つけてあげんじゃねえよって話だから、ちょっとその辺みんなでね、そういうところもねいたらどんどん注意していきましょう。それはよろしくです。はい、っていう感じで、サンパスマップの話はこの辺でって感じです。はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。はい。おかしい、なんか告知とかありますか？いつものあれ必要じゃないですか、福地さんの。そうですね。皆さん、今日もクリスマスで僕らにクリスマスプレゼントをください。一人の力が必要です。はい、なので、一拡散か、口頭でもいいんで、バツ2を宣伝してください。あと、ユッケチャンネルも、ね、ぜひ宣伝して、早く3万人ね、バツにも行って、例の、プチ暴露の話をしたいと思うんで、はい、ぜひ3万人目指してるんで、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。なんで、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。はい、あと、僕ら3人のインスタグラム、ツイッター、概要欄に貼っとくんで、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。はい。そんな感じで、ほなのー、かぶしゃでーす。